どうも、しらすです。今日もスプラ3やっていきます。あれ？なんか元気ないわね。どうした？なんかあったのか？別に、大したことじゃないよ。今日は前回言った通りイグザミナー使っていきます。ステージはマンタマリア号、ガチヤグラです。ぐすん。やっぱり様子がおかしいわ。うん、このテンションのままだとまずいぞ。一体何があったの？説明してよ。だって、説明したところで解決しないだろうし。そんなこと言ったって、黙ってても解決しないわよ。話せるだけ話してみろよ。寂しいんだよ。休日ってね。休日？そう、家にいると一人でゲームか編集しかしないだろ。まああんたの場合はね。そんな時、いつも思うんだよ。彼女と一緒にいられれば、寂しくなんかないんだろうって。はい。だからそんな時に彼女がいれば、楽しく過ごせるんだろうって。ごめん、確かに一生解決しないわ。いや一生とは言ってないから。いや一生で間違いないと思う。じゃあマキさん俺と付き合ってください。全力で遠慮しておきます。っていうか、イグザミナー使うのは今回が初だな。そういえばあんまりスピナー系出てこないわね。今回初めてイグザミナー使ったけど、これマジでぶっ壊れレベルで強いと思う。フルチャージでの連射力エグいからね。射程もそこそこあるし。でも、あんまり野良でイグザミナーって見ないわよね。確かに、スピナー系だとノーチラスとハイドラが多いな。まったく、みんなイグザミナーの強さに気づいてないのか。なんてもったいない。もしかしたらあんたが少数派なだけかもよ。この前が NFF 強いって言ってたし。ガエンは強いだろ。ケルビンの方が絶対強いし。ガエンはスライドの射程と連射力がすごいから。スライド1回しかできないしな。でも見た目かっこいいし。スライド後の硬直も長いしね。開始早々34まで進んでるし、まあ調子いいんじゃないかな。とりあえず今は取り返しに行かないとね。ヤグラは俺のもんだぞ。あれいくらしたか知ってんのか。ヤグラっていくらぐらいするのよ。知るわけねえだろ。あーもう本当に嫌い。なんか目の前にカムタンクいるわね。どうだ、参ったか。お前のキルじゃないぞ。なんでや。お、ヤグラの方誰もいないわね。これはチャンスか。いや、あっちにシシコラがいる。トルネード投げてるわね。そんなんほっといて、反対側の敵処理しない。あ、また壊した。まだあと10台くらいあるから平気。また私の貯金勝手に崩しやがったのか。いや、今度は村さの金だから。なるほど、じゃあ大丈夫だ。1ミリも良くないわ。今のうちにキャッシュカード止めとこう。あ、大丈夫だよ。マキさんみたいな可愛い子に迷惑はかけられないからね。可愛いだなんて。つまり、私らは可愛くないと。いや、そう言いたいんじゃなくて、まあ、マキさんには劣るね。そのマキさんもあやねちゃんには劣っちゃうな。またブルアカの話して、なんかすごい腹立つんだけど。あのヤグラ降りてくれないんだけど。お前が止めんだよ。てかちょっと待って、このジェット撮影高す。よし、なんとか戻せた。このまま持ちこたえてもいいけど、できればノックアウトまで持っていきたいね。おっと、そんなところにいるとイグザミナーの餌食になるよ。スパジャン狩りできそう？ここからなら着地の影響受けないしね。スパジャン来るぞ、俺のキルだ。いやちょっと待ってよ、それは聞いて。着地中に倒してくれたな。後ろに違うやつが来てる。チャリは無理だよーん。ちょっと距離取ればいけたかもしれないのに。うるさい、必戦相手は苦手なんだよ。でもイグザミナーの方がキルタイム早いぞ。いや、あの、それはね。なんだ？もしかしてスピナーも得意じゃないのか？じゃあ、逆に何の武器が得意なんだよ。ねえねえ、ウプ主さん、何の武器なら使えますの？マリサのせいで死んだんだけど。関係ねえだろうが。やっぱりシコラ強いわねー。俺はウルショが好きだから、やっぱり普通のシシ派かな。そういえばパート1で7連キルとかしてたよな。今度使ってみようかな。なんだかんだ固定武器が一番強いもんね。固定武器が弱くなるってないもんね。基本強いからな。弱い武器と言ったらソイチューバーだよね。今結構な人敵に回したわよ。チャージャー使いが何言ってんのよ。チャージャーと言ったら 4K カスタムかスプラチャージャーだろ。4K カスタムは相手にいるとすっげーうざいよ。リッター、ハイドラ、グラブラは相手にいたら腹立つわね。個人的にオーバーフロッシャーもテンション下がる。で、全部俺の好きな武器。いく虫が嫌われている理由の一つだな。うるせー！目の前にシャープマーカーいるぞ。またキル逃したんだけど。やーい下手くそー。先に言うと22キルするので大丈夫です。唐突のネタバレ。そこはサムネで見えてたでしょ。そういえば今フェスやってますね。カルビーのコンソメ食いながらやってました。ノリ塩派じゃなかったのかよ。ぶっちゃけポテチって何でも好きなんですよね。ポテチでまずいって思ったことないんですよ。基本じゃがいもはどんな味も合いますからね。そろそろおやつの時間だから、ポテチ買ってきたよ。おーおー、早速食おうぜ。ショートケーキ味とみかん味、どっちがいい？いや、カラトーキラーではロタ。桃味と牛乳味もあるわよ。どっちもいらん。じゃあ、私がいただこうかしら。ノックアウトは無理かしら。うん、もう終わらせちゃっていいと思う。次回はフェス動画だよな。な、多分ね。
よしよし、勝ったぞ。次回は多分フェスやります。てか今開催中なので今から撮ってきます。関西だし醤油チーム勝つといいな。そんなものありません。